はいどうも、ミニマリストたけるです。本日も朝ラジオを撮っていきたいと思います。今回の動画のテーマは、キャッシュレス貧乏にならない5つの対策ということで、動画を撮っていきたいと思います。まあ、最近になってね、ようやくキャッシュレス決済ができるお店が増えてきましたけども、まあ、今後ですね、もうますますキャッシュレスが進んでいくと思います。もう海外なんかだとね、現金すら置いてないと、もうキャッシュレス決済で 100% お願いしますというお店が増えてきてるぐらい、まあ、日本は若干ね、遅れてるんですけども、まあ、今後ますます加速していくであろうというところで、まあ、結構ね、この動画をご覧になられてる方の中にも、キャッシュレスしている方多いんじゃないかなと思います。ただですね、そのキャッシュレス決済っていうのは、まあ、現金と違って支出を実感しにくいっていう、まあ、欠点があるわけですよ。まあ、使いすぎだったりとか、金銭感覚がね、鈍ってしまうリスクも潜んでるわけです。なので、今回の動画ではですね、キャッシュレス社会にうまく対応できるように、使いすぎないための対策法と、そして使いすぎてしまった時に取るべき行動っていうのを今回の動画でご紹介していきたいと思います。で、まずですね、まだキャッシュレスより現金の方がいいという方々のためにですね、まあ、キャッシュレス決済のメリット、デメリットをお伝えして、で、僕も昔そうだったんですけども、キャッシュレスよりも現金の方がお金が貯まるんじゃないかっていうね、風に思ってる人がいるんですけども、これですね、実際逆なんですよね。そのこともちょっとね、簡単に後で触れていきたいと思います。で、まあ、まずですね、キャッシュレス決済のメリット、デメリットなんですけども、まあ、メリットに関してはですね、現金を持ち歩かなくてもいいっていうこと、そして会計がスピーディーになるっていうこと、で、あとはキャンペーン特典などが受けられるっていうこと、そして支払い媒体のポイントが貯まるっていうことで、5つ目が決済履歴が残るので、お金の流れを確認しやすいっていうメリットですね。まあ、僕もですね、実際本当に数年前は現金派の人間だったんですけども、まあ、お財布をなくしたことをきっかけにですね、キャッシュレスにしました。で、何が一番良かったかっていうと、まずその財布を持ち歩かなくていいというところで、身支度がすごく楽になるっていうところですね。お財布をなくしたとか紛失したっていうことがなくなりました。で、さらに、お会計の時のね、お支払いが楽なんですよ。もうスマホでね、ピッと決済できるので、普段ね、クイックペイとかスイカとか使ってるんですけども、もう支払いがめちゃくちゃスピーディーだと。で、お釣りもないし、もう時間の節約になってすごく良かったなって思いましたね。で、逆にキャッシュレス決済のデメリットなんですけども、お買い物をした実感が薄れる。っていうこと。そして支払い額が把握しにくいと。で、セキュリティの不安があったりとか、利用できる店舗が限られているとか、災害時に利用できない可能性もっていうところで、当然ながらデメリットがあるという感じです。まあ、やっぱりキャッシュレス決済はですね、その現金を使ってるわけじゃないので、まあ、実際その1ヶ月のうちに、いくらどこに使ったのかっていう、まあ明確な金額内訳っていうのがね、だんだんわかんなくなってきます。だから、まあ僕ね、実際家計簿つけてないので、もう本当に1ヶ月後というか、まあ、1ヶ月生活してみて、で、家計簿というか経費のね、アプリ開いた時に、あ、実際これだけ使ってたんだっていうことが多いんですよ。だから、まあ、実際浪費家の方とかはあんまりおすすめしないかなっていう感じではありますね。その、これからキャッシュレスにしようというふうに考えてる人に向けて、まあ、やっぱり一番のデメリット、キャッシュレスの一番のデメリットは、まあ、現金が減っていかないので、買い物をした感覚を持ちづらい。そして、お金が減っていく感覚がないと、支出額を把握しにくいっていうところは、まあ、しっかりとね、念頭に入れて、まあ、今後ね、キャッシュレスにするのか、現金にするのかっていうのを、検討していただけたらなっていうふうに思います。やっぱりですね、その過去にですね、日本のクレジットカード協会の調査で、現金払いの人に比べて、クレジットカード払いの人の方が 1.7 倍。多く使う傾向にあるっていうデータが発表されてるぐらいなので、まあ、支出が増えてしまうのかなっていう感じですよね。だから、まあ、キャッシュレス決済のメリットに目を向けるか、デメリットに目を向けるかっていうのはね、まあ、本当に人それぞれ違うとは思うんですけども、まあ、キャッシュレスっていうのはね、非常に便利なツールではあるんだけども、本当に使い方を間違ってしまうと、請求額、支出がもう膨れ上がってしまって、家計にね、大打撃を与えてしまってね、家計が火の車なんていう状況になりかねないというところで、まあ本当に、まあ自分のそのお金の価値観だったりとか、お金の使い方によって、本当、キャッシュレスがいいのか、現金がいいのかっていうのを決めてほしいなと思います。もう本当に僕自身ね、昔浪費家だったんで、
クレジットカードを持つのは危ないと思ってたし、キャッシュレス決済はね、ちょっとまあ信用ならんと、まあセキュリティの問題もあるし、データが盗まれたらどうするんだっていう不安があったりとかしたんで、一時期ね、やっぱ現金でした。でもある程度ね、節約できたりとか、お金の知識がね、身についてきたりとかしてから、キャッシュレスいいじゃんと思って、キャッシュレスにしたので、まあそんな感じでも全然いいと思います。そして皆さんが気になるであろうね、現金派の方が貯金が貯まるのか、それともキャッシュレスの方が貯金が貯まるのかっていうことなんですけども、まあ結論から言うとですね、キャッシュレス派の方がお金が貯まる。っていうデータが出てるんですね。JCB の実態調査によると、平均貯蓄増加額は、現金派が 32.5 万円、キャッシュレス派が 87.6 万円ということで、キャッシュレス派の方が現金派よりも 2.7 倍増加したっていう結果が出ました。で、なぜこれね、キャッシュレスの方が貯蓄増加額が、上がったかっていうと、一つの理由としてなんですけども、まあ、年齢が上がるにつれて、そして収入が上がるにつれて、キャッシュレス派の人が増えるからだそうです。やっぱりね、年収が上がるにつれて、そして年齢が上がるにつれて、やっぱりね、買い物の金額とかも、まあ、高くなりがちじゃないですか。まあ、若かった頃、20代の頃よりも、やっぱり30代、40代、50代に、年齢が上がっていった時の方が、まあ、ブランド品買ったりとかね、車を買ったりとか、やっぱりその、使う金額っていうのはやっぱ変わってくるじゃないですか。で、20代の方もですね、その学生の時に買ってたものよりも、社会人になってからね、買うものの方が金額絶対高いですよね。っていうところで、まあ、現金派よりもクレジットカードを持つんじゃないかと。そして、僕が思うにですね、なぜそのキャッシュレスの方が、貯蓄額が増えるかっていうと、やっぱりね、そのお金持ちの人、そしてお金持ちになっていく人っていうのはですね、時間の効率化っていうところで、まあお金だったり時間をね、使ってる傾向にあるんじゃないかなって思うわけですよね。で、僕自身もそうなんですけども、やっぱり身支度をなるべくパパッと済ませたいとか、お会計の時もなるべくね、手間取りたくないというところで、時間を大切にするようになったと。で、その余った時間で、まあ、仕事に熱中して収入が上がったりとか、まあ、副業して収入が上がったりだったりとか、自分の好きなことやりたいことやって、ストレス発散になって、仕事に熱中できたりとかね。はたまた自分の好きなことやりたいことがビジネスとなって、新規事業となって、好きこそものの上手なのでね、もう本当に寝てる時以外、もう仕事に熱中して、年収がどんどん上がってったっていう、まあ、僕自身はこのパターンなんですけども、まあ、そんな風にですね、まあ、時間をめちゃくちゃ大事にする人が、収入を増やしていけると。だから貯金も増やすんじゃないかなっていう風に、まあ、僕自身は、まあ、このデータを見て思いました。だから、まあ、本当に時間を大切にするからこそお金が増えたりとか、まあ、あとはね、貯金に対する意欲が高いと思うので、まあ、そういう人がね、まあ、キャッシュレスに移行してたりとか、まあ、もともとお金持ちの人は、まあ、時間を大事にしてるからキャッシュレスにしてるっていうところで、JCB の調査でね、平均貯蓄増加額っていうのはキャッシュレスの方が現金派よりも 2.7 倍増えたっていうデータになったんじゃないかなっていうふうに思います。っていうところで、まあ、お話をね、まあ、戻していくんですけども、まあ、浪費家の方とかね、あんまり節約したことないとかいう人はちょっと置いといて、やっぱりね、その年収を上げていきたいとか、お金持ちになって将来やりたいこと、好きなことをやっていきたい、老後の不安を減らしていきたいっていう方は、まあ、お金を増やすっていうのももちろん大事なんですけど、まずは時間をね、増やすっていうのがやっぱり大事になってきます。お金を増やすっていうのはつまり仕事を頑張んなきゃいけないわけですよ。仕事でがむしゃらに働いて、まあ、時間給の場合はね、時間労働を増やしたりとか、実績を上げていかないと、年収とか収入って増えていかないわけですよ。っていうことは、つまり、仕事で頑張るための時間がないといけないわけですよね。なので、まあ、キャッシュレスにした方がいいですよっていうことだと思います。ということで、またね、本題に入っていくんですけども、じゃあ続いて皆さんにお伝えしたいのは、二つ目のテーマなんですけども、キャッシュレス貧乏にならないための対策ですね。これがいくつかあります。まず一つ目は、利用するキャッシュレスツールは必要最低限にっていうことですね。今ではね、もう本当キャッシュレスツールたくさんありますよね。クレジットカードだったりとか、デビットカードだったりとか、交通系の IC カードだったりとか、スマホ決済だったりとか、本当にいろんなタイプがあります。
で、まあ、もしかしたらね、この動画をご覧になられている方の中には、効率よくね、ポイントを貯めていくために、たくさんのキャッシュレスツールを使っている人も多分いらっしゃると思うんですけども、そのせいで支出が管理できなくなって、支出が増えて散財して、貯金できなかったっていうのは非常にもったいないじゃないですか。だからこそ、これ銀行口座と同じで、ある程度絞る必要があると思うんですよね。使いすぎを防ぐためにも、しっかりと支出の管理をするためにも、利用するキャッシュレスツールは、まあ、できる限り少なくした方がいいかなって思います。はい、で僕自身はどうかっていうと、クレジットカードが2枚あります。 JCB カードとビザカード、そして、電子決済ですね、 Apple Pay で使ってるのはスイカとクイックペイ、もうこの4つだけなんですよ。クレジットカード2枚と電子決済が2つの合計4つのキャッシュレス決済をやっています。でもうそれで補えないもの、つまり現金払いしかできない、お店に関してはスマホケースにね、現金がいくらか忍ばせてあるので、それでお支払いするっていう感じでやってます。だからめちゃくちゃお金の管理が、しやすいし、そこまでね、出費が増えるというか浪費するっていうことは、ありません。で、実際にじゃあキャッシュレスツールを絞るってなった時に、じゃあどういうキャッシュレスツールは手放して、どういうキャッシュレスツールは残すべきなのか、使うべきなのかっていう、その線引きなんですけども、皆さんが普段よく使うお店で使えるキャッシュレスツールを残した方がいいかなって思います。逆に月にね、本当に何回も行かないお店だったりとかね、本当数ヶ月に1回行くようなお店で使えるようなキャッシュレスツールだったりとか、もうあんまり開かないそのキャッシュレスツール、使わないキャッシュレスツールはもうなくても、そこまでね、ポイントも貯まることもないし、逆にね、スマホ画面がごちゃごちゃになっちゃって、支払いの時にね、手間取ったりしてしまったら、結局、まあ、本末転倒というか、キャッシュレスの良さが活かせないわけですよ。だからこそ、やっぱり厳選するっていうのは大事かなって思います。で、あとはですね、まあ、僕はそこまで気にしてないんですけども、ポイントの還元率だったりとか、チャージ方法についてもね、よく調べていただいて、皆さん自身にとって使い勝手のね、いいものを厳選して使うといいかなって思います。まあ、個人的にはね、もう還元率とかね、もうポイントとか気にせずに、お支払いした方が、結局それがね、節約になったりとかするのかなと。まあ、つまり必要なものしか買わなくなるから、節約になるかなとは思いますけどね。まあ、ただ、まあ、その普段行くスーパーだったり薬局で日用品買う時とかはね、ポイントが貯まってそのポイント使った方が間違いなく節約にはなると思うので、そういったところもね、ちゃんとポイント還元率とかチャージ方法だったりとか、まあ、そういったところを見るのも一つありだと思います。続いて二つ目の対策ですね。二つ目は、決済のタイミングをなるべく統一するっていうことですね。まあ、これどういうことかというと、キャッシュレス決済っていくつかのその支払いのタイミングがありまして、一つはチャージ式ですね。チャージ式の事前払いか、後払いですね。まあ、これよくクレジットカードにあると思うんですけど、後払いかデビットカードの即時払いですね。この3種類の決済方法、タイミングがあると思うんですけども、もうその決済のタイミングがバラバラだと、それこそチャージもして、後払いもして、即時払いもしてたら、もう何のこっちゃわからんっていう風になるわけですよ。支出管理がうまくいかなくなって、混乱を招いてしまうわけです。だからできるだけその決済のタイミングは、一緒にした方がいいかなと思います。で、僕たち夫婦はどうかっていうと、まあ、スイカとかナナコとかね、まあ、僕ナナコ使ってないんですけど、奥さんがナナコ使ってて、まあ、そのチャージ系のやつと、まあ、クレジットですね。後払いと、事前払いのを使ってます。で、浪費家の方はですね、できればデビットカードにしていただいて、買った瞬間に即時引き落としのね、デビットカードの方がお金を使っている感覚になるし、まあ、何がいいかっていうと、その銀行口座にあるお金、イコール自分が使っていいお金っていう風な認識になるのでおすすめですね。やっぱね、クレジットカードだと翌月に請求額が届くので、こんなに使ってたのってなったりとかね、その自分の銀行口座のお金、イコール自分が使えるお金ってなりにくいんですよ。そのクレジットカードもね、使えるその上限金額とかあるじゃないですか。そのキャッシングっていうんですかね。僕あんまり使ったことがないんでわかんないですけども、まあリボ払いとかね、まあそういうクレジットカードとかで借金をね、もう増やしがちな人って、クレジットカードで借りれるお金イコール自分が使えるお金って認識になりやすいので、まあ消費が増えたりとか浪費になりがちで、まあ貯金とかも増えていかないのかなっていうふうに思います。なので、まあちょっとね、自分お金使う傾向があるなとか、借金が増えてるなとか、浪費が多いなっていう方はですね、クレジットカードを持つんじゃなくて、まあできれば最初のうちはね、節約の意識が
身につくまでは現金払い、もしくはデビットカードを使ってほしいなって思います。まあチャージ式の事前払いぐらいだったらまだいいかもしれないですけども、チャージのしすぎは良くないんで、まあ僕自身もね気をつけてるんですけども、まあ昔はですね、まあ3000円のチャージにしてました。で3000円なくなったらまた3000円チャージして、3000円のチャージなくなったらまた3000円チャージしてみたいな感じでやってました。で、まあ、最近になって本当に移動が多くなったんで、まあいちいちねその3000円チャージするの面倒じゃないですか。頻度もチャージする頻度も増えていくし、まあ3000円なんてあっという間になくなっちゃうんで、で最近では5000円にしました。5000円チャージしてなくなったら5000円チャージしてみたいな感じでやってるから、まあ多少ねそのチャージする頻度も少なくなって、決済もスムーズになって、まあ個人的にはねそれぐらいがちょうどいいかなと思いますので、まあチャージのしすぎも注意しながらお金を払ってほしいなと思います。であとまあ補足としてね、あのポイントを効率よく貯めたいっていう方もいらっしゃると思うので、まあそういった方はですね後払い式のツールに統一するのもまあおすすめだったりとかしますね。で僕自身ねクレジットカード払いにしているんですけど、まあポイントはそこまで気にしてなくて、まあただねまあポイント気にしてる方もいらっしゃるので、まあ現金を使うのはもう一切やめて、でもうクレジットカード払いだったりとか、あとはそのスマホ決済だったりとか電子決済もですね、あのクレジットカードに紐付けしておけば引き落とし日がもう一緒になるので家計管理はしやすくなるかなと思います。僕はねこのスタイルでやってるので、オリコカードザポイントっていうものがあって、でそれクイックペイとか ID とか使えるんですけども、それを Apple Pay にね登録しておけば、まあ、スマホ決済して、クレジットカードと、まあ、あの紐付けしてるんで、まあ、引き落とし日が一緒になってお金の管理がしやすくなりましたね。続いて対策3つ目なんですけども、3つ目は使う金額の予算をあらかじめ決めておくっていうことですね。やっぱり僕自身ですね、そのキャッシュレスにしたての頃っていうか、もう現金をなるべく使わない生活にシフトした頃っていうのはやっぱり不安だったので、きちっと家計簿をつけてました。でしっかり予算を決めて、会計と同時にねもう家計簿をつけるぐらいの感じで、もう1円単位で細かくね家計簿をつけたことによって、まあ出費が増えたとか予算を超えたとか浪費をしてしまったっていうことはほぼなかったです。だからまあこれからねその現金派の人がキャッシュレスにするとか、キャッシュレスにしてもあのなかなかお金がたまらないっていう人はですね、まず家計簿をつけると、そして定期的に家計簿をチェックして見直して、使いすぎていないかっていうのを確認してみてほしいなと思います。特にね変動費ですね。変動費ってねもう本当その時の本人の気分によって支出が変わってくるものなので、もちろん固定費を削るっていうのは大前提なんですけども、変動費ってねもう本当その時のストレスだったり疲れ具合だったり気分によって変わってくるものなので、例えば外食費が増えすぎてないかとかね、交際費が増えてないか交通費が増えてないかっていうところで変動費を特にね要チェックして、予算をしっかり決めてねこれ以上増えないように1週間ごとにね定期チェックしてほしいなと思います。続いて4つ目の対策は家計簿アプリをしっかりインストールするっていうことですね。最近だと複数のキャッシュレスツールとその連動できる家計簿アプリっていうのが増えてきてます。実際1ヶ月の利用額だったりとか、どんなものを買ったのかみたいなのも結構隙間時間でチェックできたりとかするので、結構そういうのもね利用するのはおすすめだったりとかします。もう隙間時間にねその自分が今いくらどこに使ったのかチェックできれば、まあ、無駄遣いの防止もできるし、まあ、お金の使い方をね見直すことができて、結構家計管理がうまくいきやすかったりとかするのかなと思います。で何が家計も嫌かっていうと、やっぱり手間じゃないですか。その内訳と金額をね入力するので手間だったりとかするので、まあ自動入力してね隙間時間にチェックできたら、それこそ時間の効率化にもなるし、結構ミニマリストさんでも使ってる人がいます。もう僕はでも家計簿をつけることすら時間の無駄だと思ったんで、もう基本的にでもある程度支出が決まってて、まあ、物欲もそんなにないし、まあせいぜい何か買ったとしてもね数万円だったりとかするので、まあ、全然貯金ができるっていうところで時間の無駄だなと思って家計簿つけることはつけてないんですけども、まあ、不安な方はね、まあ、そういったキャッシュレスツールと連動できる家計簿アプリを使って家計管理するのは一つおすすめです。でやっぱり家計簿をつける目的って、必ずその結果をフィードバックしてその改善したりとかね修正したりとかすることだと思うので、チェックしてない人はですねもう定期的にチェックしてほしいです。でまあ毎日はちょっと大げさかもしれないですけど、本当毎日やるぐらいの家計簿チェックはねおすすめですね。例えば夜寝る前だったりとか通勤時間だったりとか毎朝だったりとかね、毎週金曜日とか、毎週末だったりとか、曜日とか日にちを決めてね必ず家計簿チェックして、自分のお金の使い方は今のままでいいのか、改善修正はした方がいいのかっていうのをしっかりね、
考えて実行してほしいなと思います。続いて3つ目のテーマは、使いすぎてしまった後にできることですね。しなきゃいけないことっていうのを解説していきます。まあ、僕はそこまでなかったんですけども、きっとねこの動画をご覧になられている方の中には、クレジットカード払いしててね、その借金が膨れたとか、ちょっと今月使いすぎたなって後悔する方とかもねいらっしゃると思うので、じゃあそうなった時にどうした方がいいのかっていうのをお話ししていきます。まず1つ目はですね、溜まってるポイントを支払いに当てるっていうことですね。結構まあ僕自身も昔そうだったんですけど、まあ、ポイントを気にしなさすぎて、まあ、どれだけポイントが溜まってるのかも分かってなかったし、もうポイントの有効期限とかもね全然気にしてなかったので、全然ポイントが溜まってなかったっていうこともありました。なので、ぜひ使いすぎてしまった時はですね、まあ、今月とか、まあ、翌月とかにはそのポイントをしっかり使って節約するっていうのがやっぱり大事ですね。例えば僕なんかは楽天とかアマゾンとかよく使うので、まあ、そこで溜まったポイントを使ったりとか、あと家賃の支払いとかもねクレジットカードでしてるので、まあ、ポイントが溜まってるはずなので、本当に僕ポイントとかあんまり気にしない人間なんで、まあ、ちょっと使いすぎたなとか、まあ、今月ちょっと出費がかさむから、じゃあそういった時にポイント使おうかなっていう本当に発想なので、ぜひね使いすぎた方はポイントを消費するっていうのをやってみてください。続いて2つ目の対策は、不要品を売ってお金を作るっていうことですね。これ本当に僕自身貧乏時代というか、もう本当に体調不良で働けないとか収入がない、貯金を切り崩すだけの生活だってなった時は、もう不要品を売りまくってました。もう今の時代ね、そのメルカリだったりとか、まあ、フリマアプリとかいろいろあるじゃないですか。だから自分の不要品を売ってお金に買えるのって結構簡単になってきたんですよ。だから、まあ、例えばね洋服だったりとか腕時計、カバン、ブランド物だったりとか貴金属だったりとかもいろいろ売れるものあるじゃないですか。で普段のその皆さんの生活でね使ってないものだったら、実際手放したとしても売ったとしても、まあ、生活に支障が出ないと思うので、もう徹底的にね手放してほしいなと思います。それがね結果的に、まあ、お金を生んで、まあ、自分のその生活のゆとりにもつながるし、お部屋が綺麗になることによって、時間効率も上がるし、物欲も減って消費も減って、それが結果的に節約になったりとかして貯金が増えていくなんてこともあるので、ぜひですね不要品はとにかく徹底的に売ってお金に変えてほしいなって思います。そして最後3つ目の対策はですね、どうしても支払えない場合は借金とか分割払いも検討してください。まあ、あんまりおすすめはしないんですけども、やっぱりですねその支払いを滞納して返済能力の限界を超えてしまうと、まあ、その今後ねその新規でクレジットカードを作れなかったりとか、まあその方のねその信用に傷つくというか、ローンが組めなかったりとかするので、まあそれをやっぱり避けたいですよね。あの過去にね、あの名前は出さないですけど、僕がねコラボした方というか家計簿相談させていただいた方にですね、あの借金が膨れて、で返済を滞納してしまって、クレジットカードの信用に傷つき、もうクレジットカードを作れなくなった人がいて、でさらには自己破産した方がいて、やっぱりねそうなってしまってはやっぱりもう遅いわけですよ。まあその方にはちょっと悪いですけど、っていうところで、あのなるべく滞納しないようにね、あのどうしても支払いが難しくなってしまった場合は、利息はねちょっともったいないですけども、借金をするとか分割払いを検討するっていうのは、まあおすすめといえばおすすめですね。あんまりしないでほしいんですけど、はい、やっぱりねその利息だったり手数料だったりとかね、まあ、特にリボ払いはね本当にその借金地獄から抜け出せないっていう方多いので、あまりおすすめしたくはないんですけども、あの分割払いとかね、まあ、ローンとか借金とか組めば月々の支払いが抑えられるようにはなるので、本当にお支払いが困った場合は検討してみてください。ただし、まあ、ローンを組むとか借金をする場合はですね、毎月の支払い額はいくらになるか、そして毎月の給料、生活費で支出額が増えても支払えるか、そして3つ目、支払い期限だったりとか支払い終了時期はいつかっていう、この3つをしっかりと考慮に入れた上でローンを組む、借金をする、分割払いにするっていうのは検討してほしいなと思います。もう大事なことなのでもう一回言いますね。毎月の支払い額はいくらになるのか、支出額はいくらに増えるのか、でしっかりそれで払えるのか、で支払い期限があるのか、支払い終了時期はいつなのかっていうのをしっかりね考慮に入れてほしいなと思います。ということで今回の動画まとめていきたいと思うんですけども、まあ、今回の動画で何を伝えたかったのかというと、キャッシュレス社会は今後ますます発展していくと思います。なので上手に付き合っていくっていうのが大事になってきますと。で、キャッシュレス決済はまあ便利な反面ね、その支出が見づらいとか、お金を使ってる感覚が
見失いやすいとかっていう、まあ、デメリットがあるので、そこだけ気をつけてほしいっていうところですね。そこさえクリアできれば、まあ、現金を持ち歩かなくていいとか、会計をスピーディーに行えたりとかね、まあ、そういった恩恵が受けられるので、ぜひね、まあ、その節約志向が身についてかった方だったりとかね、まあ、仕事に打ち込んで年収を上げたいとか、お金を増やしていきたい、貯金を増やしていきたいっていう方は、現金払いから、キャッシュレス生活に移行して、生活をよりシンプルにね、効率的にしてほしいなって思います。ということでね、ぜひ皆さんもキャッシュレス生活という、まあ、時代の波に乗れるように、今回紹介したことの中で、共感した部分、参考になった部分があれば、ぜひ今日からでもね、明日からでも実践してほしいなと思います。ということで本日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。